SL シリーズ、SL4、SL5、制作方法をご紹介いたします。SL4、プラグはですね、こちら、シルクで白く入っております。絶縁部が白になっております。こちらが CU416 ケーブル専用のソルダレスプラグになります。こちらが SL4 です。そしてこちらマークが黒になって、絶縁部がこちらが黒ですね。こちらが CU5050 の専用プラグになります。今回は SL4 と SL5、 この白と黒2種類あります。道具の説明に入ります。ご用意いただくのは、切れ味の良い、ハサミですね。フリーザトーンでは、生け花等に使われる、このハサミを使っております。ニッパー等でも、大丈夫です。そして、プラスドライバー、先端が少し小さめのものを、用意してください。そしてお持ちの方はテスターですね。作った後に導通を確認することができます。SL シリーズ、L タイプの作り方をご説明いたします。こちらのプラスネジ、プラスドライバーで左に回してネジを一度外します。ネジをなくさないように気をつけてください。そしてキャップを外します。こちら先ほど切断した CU416 ケーブルです。こちらのケーブルを奥まで差し込みます。グッと押していただいて、止まるとこまで差し込んでください。そしてこちらの溝に合わせてケーブルをゆっくり曲げます。横から見るとこんな感じですね。はい、でキャップをかぶせます。キャップをかぶせた後、ネジを止めます。プラスドライバーで右に回して、ネジが止まるとこまで回します。はい、これで完成です。先ほど作った、リンクケーブルですね、416を使ったリンクケーブルですけども、導通を確認します。こちらテスターを用意しました。テスターを導通確認、はい、P 音が鳴りますので OK ですね。まず、シールド側、スリーブ側を接触させると、はい、しっかり P 音が鳴ります。導通 OK です。次はチップとチップをつなげます。ちょっと揺らしても問題ですね。はい、チップとチップのドツも OK でした。これでリンクケーブル1本完成しました。SL シリーズ、 SL4、SL5 にはこちら6種類のカラーキャップをご用意しております。実際にキャップをつけてみますと、はい、このように少し特別感のあるケーブルを作ることができます。例えば、センドには赤、リターンには青など、機能ごとにキャップを、色を決めて実際に作るのもおすすめです。